ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい、ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは山道口の村近辺で起こった土砂崩れについてお知らせしていきます。昨夜降った雨の影響で、今朝方、山道口の村付近の山で土砂崩れが起こりました。幸い、周囲に民家はなく、怪我人はいないとのことです。現在、土砂の撤去作業が進められております。現場周辺では、土砂崩れが起きる可能性がありますので、むやみに近づかず、万が一に備え、避難用意をしておくと安心です。引き続き追加情報が入り次第お伝えさせていただきます。続いてのニュースです。毎月、港町ゴートウルフの教会にて開催される集会のお知らせです。今月の集会では、例月通り、町全体で行われるイベントの確認などが行われるそうです。ゴートウルフの住民の皆様は、お忘れなきようお気をつけください。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。毎年恒例の漁師飯コンテストが例年を上回る盛り上がりを見せました。毎年町の漁師が主体となって浜辺で開催される漁師飯コンテストですが、直前で参加者の一人が体調不良を訴え、一時開催が危ぶまれました。しかしながら、飛び入りで正義の海賊兼漁師のダゴンさんが参加され、無事開催することができたとのことです。ダゴンさんは巧みな包丁さばきと豪快なフランベで観客を魅了しました。これに対しダゴンさんは、大会が中止にならなくてよかった。私の料理をみんなが美味しいって喜んでくれて嬉しいよとコメント。ダゴンさんの料理を食べたお客さんは皆さん、今までに食べたどの料理よりも美味しかったと大絶賛だったそうです。私もいつかいただいてみたいですね。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報。まずは渋滞情報です。ルノディアノからオートラプラス方面へ向かう道で、馬車が2キロの渋滞です。どこからか現れた羊の群れが道を横断中との情報が入っています。羊が通り過ぎるにはもう少し時間が必要だと思われますので、お出かけの際にはご注意ください。次は、夜間の工事情報のお知らせです。西の都と森林街道の村をつなぐ道で、アーリマンが暴れたことによって穴ができていた道が修復工事に入ります。工事期間は2週間の見込みとなっております。夜間の交通移動ができなくなりますので、移動される場合はお時間にお気をつけください。最後に、新道路開通工事のお知らせです。かねてより計画されていましたオアシスの町と火山島の町をつなぐ海底トンネルですが、いよいよ本格的に工事が開始されます。以前は海中での作業を実現する技術がありませんでしたが、最近発明された魔法道具によって工事が可能となりました。施工期間につきましては、情報が入り次第お知らせさせていただきます。海底トンネルが開通すれば、オアシスの町と火山島の町のさらなる地域活性化につながるかもしれません。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。各地、今日は雨も降ることなく、一日晴れになるでしょう。ですが、今年は去年に比べ、寒暖差が激しくなることが予想されます。朝と夜の服装にお気をつけください。明日以降のお天気です。ゴートウルフ周辺の地域は晴れが続きますが、湖畔の町では昼間に雨が降ることが予想されています。昼間お出かけされる方は、傘を忘れずに外出なさってください。西の都周辺のお天気です。空には分厚い雨雲が観測されており、今週は激しい雨が降ることが予想されます。週末には晴れになるかと思われますが、雨雲が遺跡の村に移動するでしょう。遺跡の村の皆さんは、週末の雨にお気をつけください。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。旅行用に大きなカバンが欲しいわね。子供の服がたくさん入って、でも軽くて持ち運びも便利だなんて、都合のいいものないわよね。今回もいつものバッグに荷物を詰めましょうか。そんなお困りの奥さんにはこちら、拡張式ハンドバッグミラクルコンパクト。最新鋭の魔道具だからクローゼットのお洋服全部詰め込めちゃう、大収容量。重さはハンドバッグ分だけ。奥さんいかがです？まあ、これなら子供がどれだけ泥だらけになって遊んでも大丈夫だわ。拡張式ハンドバッグミラクルコンパクト、ミルドットでしか手に入らない。皆様お早めに。以上、ニュースをお伝えさせていただきました。ニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたい、ミルドットでした。また次のニュースでお会いしましょう。